はい、それでは次の工程です。ゲニウス、カニって日が経っていくうちに質悪くなりそう、わら。これですね。まず、じゃあはですね、今度まぶたのラインを決めていきます。はい。で、固定額を決めます。なんでかっていうと、ここを先に塗っといて、髪を回転させて、また塗っていくので、この定位置からの部分でね、OK なんですよ。これは髪の外側に、手をね、こう置く場所が常に来るので、まあ、汚れに、こう、対応する対策、汚れ対策っていうんでしょうか。そんなこともありますね。まあ、ペンの走らせる、こう、ストロークとかも、まあ、お好みなんでしょうけれど、僕はこのラインは結構、細かくじゃなく、長めに取って塗るような感じですね。で、この辺の三角なんかも、こういうふうに、逆側から、持ってったりとかします。このラインは結構しっかりめに、まず最初に下地を入れてから、はい、重ねて、次第に筆圧を強めながら、ツヤを出す感じで塗り進めていきます。はい、で今度こっちですね。はい、お尻の方から頭に向かってこういう風に長めにこう取ってきますね。で外側からこう攻めていって、で内側に行くような感じですか。で同じくこう角度を変えて、筆圧も最初の頃から見れば若干強い感じのですね。これはもう感覚なので、どれぐらいの筆圧とか数値とかで、ね、圧力感知機能みたいなのがあって、数値化してくれると分かるかもね。私の筆圧はこのぐらいですよみたいな。そんなシャーペン開発してどうすんだって、使う人かなり限られてるだろうみたいなことになりかねない。でしょね、それを応用してなんか数字の筆なんかを作るとね、筆圧こう感知機能みたいな、どれぐらいの圧力でこの羽は書かれてるみたいな。ちゃん、一人ボケ&ツッコミはあるわらわら。もういいんじゃないですか。どうですか、どうですか、三菱さん、ペンテルさん、あ、トンボさん、案を出しました。いいねえっていう、こんな時間に仕事してねってか、わかんないよ、仕事してるごめんよ。やばい、話が脱線した。はい、日々こんな感じで書いてます。宣伝書後ステカムライブよろしく。なんちゃって追いかけ講座もやってるよってことですね。で、そうこうしてる間にこの塗りがこういう風に進んでいきます。はい、これぐらいの感じですね。で、目がだいぶこう、くっきりはっきりしてきたかと思います。で、ここでちょっとペンを持ち替えました。これは、エッジの03です。で、白目に入る影を入れたいと思います。はい、まぶたのラインに沿って、どの位置に入るかをまず決めてから、はい、このように線を引きます。この線の密度っていうか、互いに隣に来る線ですね。この幅というんでしょうかね。これを広くすると、グレーに近くなり、詰めると、まあ、濃い、影が出来上がるという仕組みです。はい。これも同じぐらいのね、感じで。ちょっと大きめに、目がこれだけ大きい、目の作りになってるんで、影もちょっと大きめに持ってきましょうか。そうした方がメリハリが効くんではないかと思います。あんまり、細すぎると目立たないんですよね。で、この辺にちょっと目のあやをつけてみましょうか。これ03ですよ。はい、HB に持ち替えました。03使うのはこれぐらいです。で、HB で目のね、この下の下まぶとと言ったらいいのかな、なんて言ったらいいのかな。はい、で、ついでに鼻にもね、こう影になる部分を黒く入れておきましょう。あんまり僕のオリキャラの場合は鼻をしっかり描くってことはあんまりないです。はい。で、ついでに口も、じゃあ入れておきましょうか。こういうふうに、この辺にキュッと。グッとね。への字口みたいな感じで。で、細いとこ、太いところをちょっと作り分けてみましょう。で、口の、この口元というんでしょうか。
この辺のね少しこう影というか何こう雰囲気を出すために少し太めます。こんな感じでしょうか。まあ透明ではちょっとわからないかもしれませんが、でちょっと顎の下にねこういったものを空間を埋めるためにちょっと作ります。はい、ここまでできました。と足りないところをね塗り足したりなんかしてね、はい、でついでに眉毛もやっつけましょう。眉毛、まあ眉毛は髪の毛の下にあるんですけれども、まあ、見える部分を濃くして、髪の毛にかぶる部分は、薄めにしてという処理をしてあげると、そこにもまたなんて言うんでしょう、奥行きが表現できるというか、まあ丁寧な感じでいいんじゃないでしょうか。これ全部黒くするとはっきりしてしまう、はっきりしすぎてしまう面々もありますね。面々とか言ってますけど、剣道じゃないですよ。はい、一人でボケ、一人でツッコミ。まあ深夜なので、よいしょ。では今度は髪の毛、みんなが気になる髪の毛の、影の作り方に行ってみたいと思います。まあどこでもいいんですよ最初、まあ、この辺から入れておきますか。この辺から、はい、ペン長めに持ちます。ストロークは長めです。で髪の毛の流れに沿ってペンを運んでいきます。これが下地となります。ケニオス拡大なお拡大ですか。ああ難しいなこれです。でこの影を、入れていくライン決めるのはこの頭のこのここの入りからですね、だいたい入れるといいと思います。なんでこの線を決めた時の流れっていうのはポンポンポン、こういう流れとこれもこういう流れで構成されてます。それは意識して作ってます。まあ、これは影のことも考えてなんですけれども、はい、でこれ前後の髪の毛の関係があるので、これ、こっち側の髪の毛の内側にある想定で、なのでここちょっと濃いめにしておきます。こういうふうに三角に持ってます。でなおかつもっと濃い、影をここに入れておきます。ここに三角作ります。これで全てね言うのは避けようかどうか思ったんですけどね、まあいいでしょう。三角ここもですね、これは、重なり合う者同士の中に影が落ちる場合ね、距離が近い場合は影っていうのははっきり落ちるんですよ。ここもなんですね。で髪の毛の下のこう、立体感も出すために、三角で内側に R を入れてこのように持ってきます。ここもですね、実際にここが濃い部分、ここも重なり合う部分で濃い部分ですね。ここもです。この一番濃い部分を作ってきます。この辺などもちょっと影として濃い部分ですね。ここもですね、下にこうでわずかにこう、どうしよう、こうパッと見でこんな感じになってきます。ここも影です。ここも三角入れます。ここにもです。これはちょっと長めに取った三角で R もしっかり取ります。でこちら内側に来る三角、ここもですね、この角、節々、関節の節々などなど、やばい、脱線する。いけないんでね。はい。こういう感じで。行きましょう。はい。で、こちら内側に今度また逆の三角を加えます。ここもですね、はい、このラインに、首のライン、そして顎のラインがこうクロスするところ。ここに三角のある。で、どちらか伸ばそう。ここですね。どうでしょう。同じことをやります。この反対側にもね。順番に進んでくるといいと思いますよ。ここも、下が長めの、グッと、感じで、こっち側をこう持ってきて、こっちが逆に小さい三角を作ります。はい。これで立体感を出していきます。で、今度、同じことを、逆のことをやります。こっちにも。はい。
まあ、紙を回転させることでね、手の置く位置が外側に来ますから、他の塗り込んだところのパーツをね、汚さずに済むんではないかということで、そうですね、同じことをやっていくの。この内側のこっち側にこうちょっと伸ばすか、でこのラインも取っておきます。で、こっち側ちっちゃく、こっち側は大きめの三角で、ここからまた持ってきます。でここもそうです、ここも三角入ります。このように、これは耳のパーツ、そしてこちらの前に降りてくる前髪の作りのパーツの影ですね。でここあたりも作っておいてもいいかもしれません。グッと、こっちもですね、グーッと、はい、これも同じことを繰り返していきます。ここです、折れました。折れるときは粘芯のエッジがこう角がグッときつくなるので気をつけましょう。はい、グッと、ここも三角ですね。まあ逆から見ても同じですから、そう気にせずね、素直に入れていくといいかもしれませんね。まあ間違ったら間違ったで、あら残念ということで OK じゃないんですな。で、この辺にもこう入れてみますよ。ここですね、ここら辺ちょっとこういう細かいんですけどね、こういうところって本当に。でもまあそういう細かいところも大事だという、それで見栄えがね、一つ二つ変わってきますからね。はい、で、この辺でピッと、どうでしょうか。この辺のこう作りとして、まあこの辺浅いんですけど、こっち側をグッと濃いめにします。これはまあ奥側の紙で光が当たりにくい、場所になるので、この辺はちょっとしっかり濃いめに作りましょうね。はい、この段階で次の段階にまたね行きたいと思います。はい。